位と6位直接のプレーオフ進出をかけたライバル同士の対戦、重要な重要な最終節です。いいプレーでしたね。さあヘディングシュート、オフサイドはなかった。そしてシュート、ここはコーナーキック。フリーでオフサイドはありませんでした。あたりのところです。いや今のはヴェルディ一瞬開けてしまいましたね。ヤオが狙った、面白い、うん、いいコースに行きましたが、ここは柴崎が対応しています。安西光輝が行きます。立ち上がっていない安西光輝が行く、まあ、辺りが追っていきますが、安西光輝倒れて、ここでフリーキック、カードが準備をされています。エリアの外、いや光輝選手も負けてないです ですね。ここのせめぎ合いは本当に J2 トップクラスのあの2枚ですから、はい。さあ梶川が浮かしていってヘディングシュート、ナイスキーパー、ビッグセーブが生まれました。長谷川です。素晴らしいセービングですね、はい、今のはアランピネーロのこのシュートを左手で止めていました長谷川です。安西和樹ファーサイドへ、うん、決まった、先制ヴェルディ、平が決めました。平選手ですか、はい、すごいなこのタイミングで。31分先制点は東京ヴェルディ、プレーオフ進出に向けて大きな大きな得点が入りました。右にはマータリがいる、マータリワンタッチしてクロスに、あったー、ホストはあわやオンゴールというところでしたが、ヒヤッとしましたヴェルディ、逆にチャンスでした。ボルティス時間が切ります。ニアへ抜けてきました、もう一度跳ね返ってきて、梶川は今度は中央へのボールヘッド、ナイスキーパー、至近距離からのシュートでしたけれども反応しました長谷川です。浅中のシュートでした ね、はい、どうするんだったかな、